はい、ゆかりんですよ。はーい。ベリーダンサーズの皆さんでした。はい、ここでダンサーさんの紹介をします。まずは王子舞子ちゃん、そしてゆみちゃん、みかちゃん、みきちゃん、みわちゃん、ゆいちゃん、そしてタコス。みんなびっくりしてる。かよちゃん、あやこちゃん。すごい、あやこちゃん。あ、びっくりした。あやこちゃんは、あ、一応ゆかりもいました。あのね、あやこちゃんはね、今もう聞いてないから言いますけど、あのね、すごい可愛いの。あのね、表情がね、すごい生き生きしてて、もうみんな見れないんだけど、スーパースペシャルデーの時に、あのね、びっくりした顔とかをするんだけど、すごい、なんていうのかな、顔芝居？顔芝居って言ったらなんか変な言い方だけど、すごい可愛くってね、ゆかりは密かにお気に入っていました。はい、結構ね、あの皆さんのお顔は結構よく見えて、もちろんなんか、あの後で僕は会員番号938番ですって言われても、いや、どこにっていう感じなんだけど、割とね、みんなのお顔がいろいろ見えて、さっき何の曲の時か忘れちゃったけど、私はお母さんを見つけてしまい、リアル母を見つけてしまい、わってなっちゃったんだけど、お母さんいたって思って、ちょっとね、ドキッとしたんだけど、なんか大阪公演はお父さんがね、あ、家族みんなで見に来てくれてて、さっきなんかやったじゃん、 ゆかりんにメロメロなんちゃらみたいなやつ、あれの時にお父さんがすっごい笑顔でうわーってやってたんだって。なんか可愛いよね。あの、みんなもうちのお父さんに負けないように頑張ってゆかりのことを見守ってください。え？今日お父さんいないからね。なになに？女の子の声が聞こえる。うわありがとう。ありがとう。はい、あの、もうなんだ、何を喋ったらいいのかよくわからないですね。あの、尻尾つけてる人います？今現在。あー、壊れた。それはなんかあれでしょ、なんか猫耳尻尾メイドのなんかごっことかやったからじゃないの。なんか二人で、じゃあ今から俺は猫耳メイド役ねみたいなこと言って、尻尾とかつけて、ご主人様ご主人様にゃーんとか言って。何何、違う違う、ゆかりがやるんじゃない、みんながやるの、黙れ。わかったよ。何言えばいいのさ。
何を言えばいいんでござい？違うの、ゆかりの、あの猫耳ごっこ聞いてよ。それで相手の男の子は尻尾をむぞっと掴んでズルズルズルってやるの。そしたら尻尾壊れるよって言いたかったの。なんだよ。ちょっとゆかり王国の住民はゆかりに優しくでしょ。もういい、勘弁してください。あ、じゃあ分かった、なんかアンケートとかあんのかな、これ分かんないけど、アンケートか、あの田村ゆかり .com の BBS に一番最後にゆかりに言ってほしいセリフとか書けばいいじゃん。そしたらゆかりがお家で見て一人でなんとかだにゃーんって。さてと。うるさいな。